ニコライ・アルノリドビチ・ペトロフは、ロシアのピアニスト。1943年、ソビエト連邦時代のロシア、モスクワで、音楽家と舞踏家の名門の家庭に生まれる。1949から1961年まで、モスクワ音楽院附属中央音楽学校で学び、1961年から1966年まで、モスクワ音楽院、 1966年から1968年まで同音楽院研究科で学んだ。音楽院ではヤコフザークに支持した。在学中の1962年にはバンクライバーン国際ピアノコンクールに参加し、第2位。1964年にはエリザベート王妃国際音楽コンクールに参加して、第2位を受賞した。これらコンクールに参加して、 ソビエト国外にデビューした後、幅広く国際的に活動を展開した。1966年のチャイコフスキー国際コンクールにも参加していたものの、手の故障のために本選会を棄権した。その時の第1位は、当時16歳のグリゴリー・ソコロフであった。国内オーケストラのソリストとしての活動は、1965年から、 モスクワ国立アカデミー交響楽団のソリストを務めていた。ロシア音楽を得意とし、世界初録音のプロコフィエフピアノソナタ選手を含む広いレパートリーを持つ。日本でも評価されるのが早く、東方学園などでマスタークラスを開講したことがあるほか、来日時の演奏も残された。国際コンクールの審査も厳しく、チャイコフスキーコンクールの本選会で、 第一位ばかりが脳じゃないとアレクサンドル・ルビアンツェフを高く評価した。2011年5月に演奏旅行で訪問していたベラルーシで脳卒中に倒れ、その後搬送されたモスクワの病院で同年8月3日に死去した。68歳であった。マイナーなレパートリーにも積極的に取り組み、当時まだ無名の存在だったニコライ・カプースチンの ピアノ・ソナタ第2番を初レコーディングした。リストのパガニーニ練習曲の初版はリストの最難曲と言われているが、これも出版されたばかりの当時の楽譜を直読みして演奏に臨んだ CD が記念碑的な演奏となった。ありがとうございます。